それいけメッセンジャーこんにちはメッセンジャーグローダですどうもこんにちはメッセンジャーやるですこんにちは梅山あかねですもうとうとう九月入りましたねああもうそうですかあのー、雨降っておりますけどもあのー 梅雨がね、うん、いつ開けたか分からんっていう声よく聞く聞んですまた戻ってね。はいはい、なんか開けたというイメージがあんまり「いつ開けた?」言われたらなんかないのは、ね、まあこれ結局コロナ禍の中で「遊びに行くな」言われてるから雨がずっと降っとってそろそろもう海に行けるんやとかそういうのがなくなっちゃったから余計みんなの曲の,、ね、の中に「うでもねなくなっちゃうした、ね、ないよね」じゃないからそうかなと思って,て結局でもなん,か、はい、なんか夏っていう感じもせんがでしょ今年はそうですね。まあ一時だけやっったねね<あ>ちょっと天気いいので暑いののでで暑も、ね、そうです まだまだ本当にに週間ぐらいいったんちゃいます確かに、ね、今回はね全然、まあ、収まる気配もなしっちゃなしやしなコロナの方うもねだ,だからなんかちょうど陽気がいいじゃないですか子供たちもバーベキューとかしたいって言うんですけど、はい、なかなかねそれも難しいんで、はい、みんな集まってっていうのがもうも難しいですよだってあのー、スーパーのチラシも今禁止してるみたいだからねえ,ー、えなんで人集まるから。 安売りするっちゅうたらその密で、まあ、そのスーパーによりきりは思うけどおーおー例えば目玉商品みたいなの特に安くしてちょっとねあの卵が<う>10円とか100円とかだからあの安いなんてあるやんか、うんうん、あ分かんねあかん。だからそれはもしあの見たかったらネットで見てくれっていう感じらしい、ね、なるほどねあの新聞に挟み込むというよりかは全部じゃないですよあの有名な皆さんしてるようなスーパーとかは結構それが多いみたいで。 余計あれですね、えーあの、お金的に苦しい人がある中で、うん、安売りでね、ちょっとでも安いものを、ね、皆さん買おうとしてる中で、なかなか難しいもんですな、それも。なでまあまあ、コロナのも収まりも見えまも、またねあの、総裁選もあるじゃないですか。いやもう、ね、びっくりしましたね、びっくりしたな、た総裁選出ないって言昼どきりちょうど。どんな動きがあったのかが、もうあの政治のことしない人でも、これちょっと。 すごいことねだまあ例とえちゃうかもしれんねんけども、はい、例えばあの akb のな 今、センターおる人が、次の総選挙、ね、総選挙出ないって言うてんの一緒やんな。ああまあね、まあそ、それより大きいことやろんけどさ。<laughs> 大きいことやと思うけど、えっていう、なんか、わかる言うてんとや,やめるってことは頭なかったからね。いや、そうでしょう。うん、なかったやろやうもう出るに決まって決まってる。出ることによって、その周りがどうしてるかとか、例えば、石破さんとかなんか逆に言うたら出るか出んかわからんみたいなことを言いながら、こう、周り見てはんねやろうなと思ったけど、うん、多分皆さんの中で、あ、 もしかしたら、政治に詳しい人はあの、もう菅さん出へん言うてる人もおるかもしれんけど、一般的にはな。いや今回はそんなことない、出て負けるのか、はいはい、出てギリギリ勝って、またやんのかぐらいで思ってましたからね、そうやねん、ね、これ、思ってた人おんのかな、そんなんもな、俺思うね<何>そんなんもな占い、占いのやつとかな。<laughs> こんなてるかっ話したら中でおるんかもしれんそんな後出しやんか絶対こんなんもな絶対フジテレビでやってるようなやつ私は分かってましたと思ら言えよこんな大きなこと俺あのちょっとねあウォーキングと言いてねんけどもなんかほら俺ってほらあの気圧でにいやん俺気圧と湿気に弱い男なの気圧とにい男な <laughs> で気圧湿気弱いのうんおせんべいみたいなやつって言われてるから腰痛なんねん雨降っ続くと腰痛なるから腰のあの今日張り入っててこのラジオ前に、ねはい、ほんならそのラジオがバッと流れたんよ、うん、あの要はニュースではいはい菅いは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  僕そうやと思ってたんです。ちょっと外で針がピクッと動いたんです僕。そういうことで自分が間うに予想でな。今までのなんか。そう思ってた。ゃあそこはまあまあええけど。あの患者がそうなると思ってたと一緒やな。よくよくバってこけたそうこぼしたりとか手術するときにやると思ったとかみたいな。 黒田さんが1週間前にその張り行ってそれが言うてたタやプで今,今,今やからそれはそうやんか、うん、言うたとこやねから <laughs>、うん、それを1週間前に言うてたらすごい読みやなと思うまあ予言っていうか、まあ、政治に詳しい人とかはうそういう考えもある人もおるかもしれないけど<ー>僕みたいな一般の人間はそれは予想できへんかったやであろうと思うし、はい、まあ言うてもねこんなん言うたらねた,たまにあんねんや相原さんなんかね政治のことをなんか。 あの語るるななみたいなこと言うややつおるやろね俺ねこれ言うやつがアホやもんね。あのね、うん、これ言うやつほどアホなやつおれへんねん。政治のこと語るのは分からんくせにっていうか言うやつがたまにそのなんか SNS でおるらしいから、はい、僕らだけじゃなくて例えばアイドルの子とか、うん、なモデルの子とかあのね分からんから語,ら語ってねんって分かってて語るなんても,もう言ったら逆に言ったら政治家のもう言うたら思いの壺やん。 だって直接的に我々の生活に関係あることですからね。だからあることに感じたことを喋るのは普通僕、政治のこと語るなんて言うてあのなんかその悪態つくやつってほんまの俺、アホやなと思うね、うん。でか言うたら分からんから分かろうとしてることやんか。どうなんやろうなこれって正しいの、うん、って言うことでしょ一番ね例えば相、まあ、原が、まあ、例えばこけへんバイクがあるじゃないですかが乗ってるのバイク <laughs>、はい、見事終焉を迎えて売ってしまったここでな悲しいかな <laughs> あの、言うたら、えっ、ー、と、あれ、アル、アルソックやったっけアルソック、アルソック。警備会社警備会社のバイクをパッと車で止まってるときに、あ、アルソック。アルソックの、お前、車とバイクと一緒にしたから、<laughs> ピザハットって言ってくれたから。アルソックが同じこと言うた言うたよ。ほんま アルソックさんやと思って、パッて見たら、あ,<ー>あれこのバイク見たことあると思ったら、<ー>お前と同じバイクやって <laughs> 多分俺の,の,の写真撮りました、私。<laughs> 旧型ちゃうか旧型じゃない最新型。最新型、あ、まあ、たぶちゃうか。で、まあ、売ったんやろ <laughs> 売った,売たで、それも結局、景気が良ければね、<laughs> はい、高く売れる。はい 全然やんかで、景気が悪ければ、まあ、もちろん安くなるのは当たり前やんバイクは今売れてるんですって、うんうん、それなん景気が悪いまあまあら景気が悪い、車をバイクとして、その通勤で使う人が多いとか。だから結局その、回転をお金の率でな、まあ、言うたら景気,景気が悪いのは決まるわけやから、はい、これが安いだとか高いだとか、生活に普通に接することのほうが、われわれは、お前は政治にぶつけていたいだけの話やそうです、ね。 もちろろんんいな問題はあるで問題を解決するのが政治家の役目やなんからなそれでいうと陳情というか今ある不満を言うていかんとねあるやんか例えば梅山さんが毎回来てここで男とどうやって彼氏できねえんという話もあるやんかこれも実は社会問題で少子化というところに直結するわけですからそうやみんなが思ってる不満を集約したら必ずそこの政治の話になってくるわけです給食であったりだ とかさまあ、例えばその家賃の話であったりとか、ね、就職率であったりとか舞台で何パーセントっていうのもそれ政治の判断ですから,、ね、からそれやのにもかかわらず政治の話すんないと日本国民をやめろっていうと全く一緒なわけやから,だからそ,のそういうやつらに関しては江戸時代みたいにこう上が決めたことにもう君たちは庶民は一切言わねえで従ってりゃいいんだ,みたいな、ね、だから政治のことをか分からんのに語るなって言うてるこ,のことを見るとそれこそ今 パラが言うたみたいにそれはね、はい、もう一党独裁の国なら<う>あれはもう言うにも言えませんからんお隣の国のそのきょう北朝鮮であるとか、はい、そういう国であるんやったらもう仕方がないけど思、うん、うなって言われてることや、うん、民主党の中の日本人 <laughs> 日本の国の中で思うことなんか言うてそこに対して何言うてもええわけよそ,それを今までな結局その政治のことを分からん奴らに、えー、分かりやすく言う言う,言うといたらええねやろうと思って政治家がその分かりやすいことばっかり言ってたわけやろはいはい だって今、今、まあ、菅さんでも、僕らに届いたちは携帯電話を安くすると。それ,かそれはまあ、あ<ー>僕らにとっては直接だけど。 もっと他のことでね、うん、気になることはいっぱいありましたから。はい、だから、あの、菅総理の、この、フォロ,ロー、あの、フォローしてる人っちゅうのは、言うたら、その、やることやってるんですよ。ちゃんと公約を守ってるんですよまあ、まあ、って言うけど、それと、今のこの、有事の問題っていうのは、うんうね、もう、誰しもが早くはコロナを、終わりたいわけです、ね、もらわないと。で、もう、前も言ったけど、だって、そら、 俺らもアホちゃうねんからさあの人が神様じゃないねんから右か左かよってどっちか分からへんの分かっとるやんそりゃそうやな分からんウイルスやねんからな責任取るからやれって言ってくれる方がよっぽどな気持ちええやんかまあねそりゃそう思えへんまあそうですよどっちか分からへんのは俺らも分かってるでもあの人はこっちめちゃくちゃ頑張ったけども実はこっちやったけども結果論としてでもあの人は頑張ってくれたよなのに分かるやんかそうですね それどっちもせえへんからさ、それかららみんながイライラ、イライラするわけ。してないのか伝わってこないのか。してるのかもしれんけど、俺らには実感がないという覇気がないわ。そこだけや。ちょっとほんま後半、こを開いてるかそうやな。覇気がないわ。大丈夫かもこれね、そんなんは弱いもんいじめやって言うかもしれんけど、一国の総理とするならばね、やっぱり覇気ぐらいは持っといてくれないと、間違っててもええから、覇気を持っといてくれないと、これ外交の問題もなるわけよ。そうですね。バイデンさんもガタガタや言うけど、まだあるもんか。 るし隣にさ、やっぱり副大統領がやっぱり女性の女の子とか、あの人も避な浴びてるらしいけども、あのはっきり言うやん。あのなんていうんですか、オーラというか、全面に出てくるようなね、気持ちがね。俺はもう頭悪いから分からへんけど、もうにゃ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 言うんやったら、もうね、正直言って、国会でもね、分からんって言ってるおっさんのほう俺は。 さんみたいな昔で言う浜子さんともうとりあえずとりあえず今はこの急にコロナなだから分からんねやぐらいのね強烈な信頼感はあるかもしれない分かれへんやだってこの人多分分かってへんけど喋ってるなっていう人会社でもいませんか皆さんウニウニウニ言うてるけどこいつ絶対分かってへんやろみたいなちょっと通り一辺倒んと偉そうなことは言うけどなそれがちょっと一番腹立ってやな そももでも岸田さん次の候補ですけど前の選あの総裁選で負けた時はこの人千細いな思ってる。今回自信満々やもんな。やっぱりじゃどこ自信満々に選んだら勝つ。自,自分で学びあったわけよ。ね、向こうが言うたらあんだけはきなんやったら僕のい若いし。うん、ただ総裁選やからね。言ったら自民党の直ね。俺らがも,もう自民党員になれゃ別やで。うんはい、党員が一票持ってるから今回は。だからだいぶその党員の選挙で変わるとは思うけどな。 そうなったら石破さんとか強い言うもんね。集集めめらられれなないい推薦んですって集められへんねのものすごいうちに人気ないですってちょっと外にはめちゃくちゃ人気あるんですけどうちうちにものすごい人気ないんですってね。あのまあ人間の顔と声ってさやっぱりその人をどう取るかっていうで大事やんか。あるやんか。例えばこれがね俺らメッセンジャー2人ともさ ジャニーズに入れるぐらいの美男同士やったらさ多分同じこと言ってもああいう毒舌がいいよねみたいなことを本音で語っとるみたいなあんな顔してみたいなやるわけないいらはだからその会てるわけよ今の僕らのキャラクターだからまあ17年ですか17年18年目のになってるんですか入ったのもうあのこんだけやるとこうね ななんていうんですか、まあ、日々言われるんですよもう何年目ですね <laughs> 何年目ですねみたいなはいはいあんまり気にしたことなかったんだよね <laughs> そこはもともとこれ <laughs> も俺はいつも言うてるけど続けようと思ったことない <laughs> うんその代わりねなんか別に、はい、じゃあ終わらしたんねとも思ってないんですよ、はいうん、ただやってたら 人気が出た <laughs> そういういことなんですかねだからそのまあこれが例えばジャニーズさんまあジャニーズしか俺アイドルしないから昭和のお,おっさんやけどあのそういうね今をときめく美男例えばほら要あのほら。よあのほら 福雅治さんがさエッチなちょっと下ネタなああいう男前が「あんな人あんな感じが下ネタ女性も聞いてられるわ」みたいな本音で方って何たいなはっきり言うわ顔で決めてんねん俺らがら福山さんよりもっときついこと言えるだから嫌や ア原だから嫌い。そこを触れるはずや。だから嫌い。でも自分でキャラクターが分かってるから、ここまで。だから嫌いって言ってる。福山さんよりだから嫌いって言うてるやろ、お前は。お前、声届かんのか、お前は。ほんまのことも言わイヤホンつけろ、一回でええから、いや、でもあれも思うのいや、だから、そういうもんなんよ。これな、もっと言うとな、同じ制作のこと言って、 小泉純一郎さんが、正直だし、石破さんみたいな顔やった場合アホかと。いや、そうやん。自民党ぶつぶつで、石破さんの感じで言うと、ちょっと違うな。めちゃくちゃ嫌われるそうですね、そうですね。あの、ま、石破さんみたいな顔だけど、小泉さんが、例えばレジ袋3円取ります、言うたら、石破さんの顔やったら、もっと非難。そうやね。何を、これに。 差別じゃなくてね、女性は絶対そういう意味で言ったら、区別はしてるって。まあまあまあ。おい、それはいつも言うやん。キムタグがな、破れたジーパン履いたことあって、俺らが20代の頃に、20代ぐらいの時に破れたな。ダメージジーンズや。ージンほんならもう、あれがもう、渋谷の大変渋谷のやってて、俺履いたかな。いた汚らしい。汚らし布を当てろ言われて。金がないんかい。金がつけられた。うるさい、お前。おいすぎや。誰が小銭投げつけられん まあ拾ったけどそうういことよこれは紛れもない事実やだ知ってました女性がね容姿のこと言われるともうほんまに今ダメなんですってあのミスなんとかがあそうそうで例えば痩せたねとか太ったねとか髪の毛切ったねとかそれもやめてほしいでもねこれがそれこそ福山さんが言うたりジャニーズジュニアの子が言うたら「よう私のことを見てくれてるわめっちゃ嬉しい私のことを気にしてくれるんやわ」って思うんですだからもうわかったと「俺らは男は女性差別とか全くせえへん」 その代わりもう俺ら男男全員この国民全国民の男に階級をつけてくれ階級星形の3つあったら言うてなるほどもう一つやったらな一つやったら何一つ喋るなともうもう3つやったらやめてくれ3つやったらだいぶしたいなってまもうちょっと広くしよう10段階ぐらいねえ牛虎でいこう12式12式な 一番下のイノシシやったら、もうな、はい、もう何言っも言うなと、お前はと、な。これでも、それは、あの、言わへんだけで女性は階級つけてますからね。ねねそれは別に、そんなことしてませんよって言うけど、けねけね、自分の心の中では一つ、一つ、ちゃんとした階級があるんですもん。まあまあまあ、あのね、これ実は男の方がそんなないのよ。はいはい 例えばここならね、はい、聞きますけどね、僕らがこれ、アシスタントにね、ここに梅山ちゃんじゃなくてね、はい、例えば、あやら好きな女優さんれや、誰やマックスのななさんですか、ね、古いな、<laughs> まあいいけど、なんで古いというと、なや、その微妙なとこと、今のマックスさんが好きやねんから、ええやないか、ね。もう聞いた俺があかんわ。<laughs> ピンとにくいねん今のマックスのなななちゃんって俺結構麺飲みに行ったりしたでったんかそうよな何やお前ちゃもうええわお前挟んだね今好きな今好きな女優さん小泉京子止まっとるな時代がピタッと止まっとるなあっこれや何かこ中マネージャー中井20お前今ときめく自分の中の女優さんアイドルでもええわイドルでも 誰やなん<タッ>やねんあいつ兄弟 <laughs> のお前大学院とか行くからそんなんなんの。<laughs> 例えば、今田美桜ちゃんとか。<laughs> は,いは,いは,いはいはいはい。あ、それちょっと若すぎる。俺の <laughs> せいないやねんな。俺の <laughs> せいないやんか。<laughs> <laughs> 俺ら世,世代でここ来たら緊張するような。ナトリユウコさんとか。名取優子さんとか。<laughs> <laughs> お前、しっとりするやろ。<laughs> 和服でお前はバカ。<laughs> ちゃうやんか。<laughs> あははは。るやろ。ちょ,ちょうどええ人やろ。ちょうどええよくて。俺らがここにおったら緊張するぐらいの。えー、だからさ、ガッキーとかちゃうの 荒垣結衣さんとかちゃうのちょっと。まあ、じゃあまあ、瀬はるかさんの。ちうな。例えば早瀬はるかさんが、まあ、ここおったとしたら、そ想像できそれはそれで。俺まあ、分かれへんがな。大問題起こして。いや、もう。すごい落ちぶれ。偉い都落ちや。もう一からやりますわ、言うとさ。はい。来たうん。ぎっしさん。早瀬はるかさん。うい。うて、緊張はするけど、差別はせえへんよな。区別はせえへんよな。 ままあ、あ、テイストは、うん、あでも例えばやで、はい、梅丸ちゃんが大好きなここに竹内豊あったけもう一人誰が好きやる誰竹内力也たっけ竹内力也たっけん えっと、東方神起とか。東方神起。な、な、な、四人ぐらいおんじゃん。四人ぐらい。まあ、その人、二人な。四人ぐらい。俺も、四人が二人なったて。五人が二人。お前は。お前みたいに、いや、わからんね。だから、わからんって言うとか大恥かく、お前を。 その二人が来たその二人が来た来たとした時に絶対る俺らみたいなそんなことないでしょそれが女子やってそうやろこれもうねムカさんはムカさんギッシゃンはギッシャン梅山さんは梅山さんでみんな変わるわ自分の好きな人が来たらそうや思うねんあんなこと言えへんもんあんなこと言えへんあんなみっともないこと言えへんみっともないわ別やろみっともないわまたいや そうやから、だから、まあ、例えば、これからね、その選挙に向けてね、まあ、それは、これ、別に、まあ、総裁選は、まあ、別に、おいて、また、選挙あるやんか。やっぱりね、一回、ほら、小泉、やっぱり、進次郎さんがさ、一時、すごかったやん、次のぞうり言うて。まあ、今、ちょっとさ、ちょっと、あの、結婚してね。青みたいな、結婚して、結婚して、ちょっと、あの、風向き変わってますけど。男前は好きけど。 ちょっとアホみたいは好きじゃないんか。ちょ,ちょっとアホ。だやっぱり嫉妬があると思うねん。その奥さんが竹川クリステルさんと結婚して、<ー>えやっぱり美人のあんな人と結婚すんねや。あれが高校生の時の同級生とかやったら全然イメージちゃう女の人にそういう妄想があるから。そうそうだからそこで言うと、そういうなんていうのは、うんうん、だから石破さんもイメチェンせなあかんとこはイメチェンせなあかんと思うのよ。 あの、喋りがしゃあないやな、おらんか。でも、鉄道が好きとか、なんか、なんかね、あの、ちょっと緩いとこもバラエティでやってくれるわけあの、うちの嫁さんが、あの、マニア、マニアっていうか、その、アニメオタクやねあ、石破さん好きなんちうん。だから、ああいう人好きやねん。石破さんみたいに、オタクはオタクが好きやねん。それはええねんで。ただ、一般の、その、出た、衆とか、そういうとこに関しては、やっぱり、喋りがちょっとおっとりしてるだとか。コロナ対策なんてすごいええこと言うたね。て嫌味っぽく聞こえねねんねもう そりゃ、ね、もうキャラクターとしてもそういうキャラクターやこれがねまたその,あの助言するやつおるらしいねその秘書とかでうええとかこういうふうな服装したりとかこれがね いけねんけどたまに外れるやつそいつ自体もダサいのにみたいなそのアドバイス聞いてどないするやねんだから小森さんが一時白い眼鏡してたやろあれがもうすごい評判悪かったあれはだれ入れゲ元かいだ入れ次元やなちょっとあれです手が大きいから威圧感あるよって言ってこういう眼鏡にした方がいいよってょっと俺眼鏡ぐらい目元ぐらいちょっと可愛らしくした方がいいよ女子に対してのコンプレックスある人は結構白眼鏡をするっていう俺の中データで出てるそんな人誰かおるか白をやる いうのあのね新喜劇の川場さんがやってんねやそれ絶対あんやんか <laughs> 新喜劇の川場さんが本読みの時にあの白い眼鏡かけての発見したんよ、うん、これはコンプレックスじゃないじゃないですかその女性でかいコンプレックスだから俺聞いたもんだって俺コンプレックスやから白い眼鏡じゃあじゃあじゃあ座員から聞いてああそうだ、ね、あれ白い眼鏡してるやんったらアルザインが、うん、あれね本読みの時だけするんですよ、うん、黒田さんあのあのオフの時の白眼鏡を見てるっていうのは、うん、めったにないですよって えー、あれ,あ,れあの白眼鏡川端さんの白眼鏡を見たら<い>3つ不幸なことがあるん、えー、悪,い悪い罪員やなお前 <laughs> 座長のこと <laughs> そうらしいだからまあまあ確かにそうね、うん、まあポップでいいけどね小森さんもねん白い,いきなりのやっぱりねそのイメチェンはね、はい、きついと思うだから俺はなんでかというと相原がいきなりイメチェンしてきたこと知ってるから大きく変えるタイプなんだよね僕はある一つで。えー 漫才を漫才し合言ってんのにんかソバージュみたいな格好出てきて上にサングラスを置くっていう今若い子でねこういうちょっと容姿に走るような芸人が僕本当に見ていたいたしそんなんしても人気とか出えへんのにと思うんで普通でええねん普通で髪の毛も普通でもねそれに自信がないなついついやってしまう嫌いがあるわなめっちゃ論議やってんだよ相原 えー、そうそうです全然キムタクがン言してた時あや,やろキムタクとか例えばあの江口洋介さんが、はい、そうみたい,いあれに憧れてめっちゃロ論言してん、うん、あやらそうなんですよめっちゃロ論言してんけど湿気に弱くて髪の毛が先がくるっと回ってトランプ王子って言われてたなね、ねうん、トランプのキングに似てるから <laughs> あやっぱりねそういう無駄な努力は小さっぱりした方がええなっていう伸ばすことはだめだなって思いたかったですけどねいやだからそういうのであるよねでんかあのあれよ梅山さんちゃうのあそうか梅山じゃなんかあれやねんなあの前来た時になんかなんか、大々的に私占いできるんですよ ないですけど、オラクルカードって言って、まあタロットカードとあのおみくじの間みたいな感じ。そんないかげんなの？タロットカードとおみくじの間。大丈夫もうそんなにややこしくない。あそうですそうです。これ四十何枚カードか。大丈夫かお前、お前山ちゃん。相原って占いで悪いカードでそれで出る嘘。そいつを恨むいてやる。そうですよね。それはもうちょっと語弊がありますよ。勝手に占ったらいややって。こっちがまああのじゃあじゃあお願いします。そういうことで会社あ満足受けますよ。俺はあの前うん。 あのうなぎが今このラジオで鶏とうなぎと、ね。はい えらい、なんか大騒ぎになったね、あの、占い番組ね。うん。スーッと行くはずが途中でね、ややこしい人が入ってきて、何ややこししてんねん、言うのね。ノーギャラでええ言うギャラ取るって。こっちから言うてんねんからな。俺は金いらん言うてんの。いや、金取りまっせみたいなこと。そんなあんたが取ってきた仕事でも何でもないのにゃな。取ってきてない言えやんで、それで言うたら、言うたわけよ。言うたら出てもうも俺はまあ、まあ、聞いてくれたやろ。聞きます、聞きます。 やってもんだから映、うん、とりあえずのあ俺のあいいです最近そういうので、ね、もうビビり切って裏立ってもらってないんですようもう朝とねこうううあのワイドショーみたいなの占いコーナーもけ、はい、変えるぐらいですか本当ですか鬼が目いるからえちょっと滅プレッシャー んでなんやんあバイヤマンは何何何を占ってあこれはでも本当にあのおみくじみたいな感覚なんで大吉健康とかそんなんじゃなくて全体分なんですかなんかこう自分でこうカード44もあるんですけど、うん、組みながらなんか例えば「何々うまくいきますか?」とか自分でこうお願い事決めて1枚引く、うん、ああなるほどしては今健康状態が健康がね <laughs> それでも悪いの出たらなんかあんまり <laughs> <laughs> あんまり言いられへんやそうです。いやちょっと待ってけ健康状態やっぱ 不安なことがあるからさもうこの先ちゃんと健康な健康来るの下手やねお前でかいねこれちょっと大きいですね横から来たいねそういうやつはこれぐらいでいいじゃあ横からや言うてねこれこれぐらいでで、あの自分で好きなカード一枚引きますよはい健康やろ健康健康見てもうたいはいはいじゃあめくります何？あピースフル リゾリューションなんじゃそれゃ読んかいお前ピースフル読むんかいピース何ピースフルリゾリューションこれはあいいですよ平和的な解決をその問題は終わりを迎えようとしています健康だけはもうこれ以上ねちょっとでも体調悪いとかも言うの恥ずかしいですかにもうやめてほしいもうよ 病気のデパだ。あなたは病気の総合勝者ですよ <laughs> って言,言われるのもイヤリスやかそんなに対立は収まりまもなく調和が訪れるでしょう,う平和の実感が全員に共有されるはずです<う>たとえその中には意見が合わないという見解に同意するだけの人がいたとしても、うん、意見の不一致はあなたにとって有利な形で決着がつきますそこには雇用主とのきょ葬儀健法<定>闘争朝廷 <laughs> そして家族や友人との不和さえも含まれます間違い っていたかもしれない相手にも、許しと理解をもって接しましょう。平和を受け入れ、一人一人が寛大な、気高い心を保てるようにしてください。まあまあ、その、まあ仕、いい仕事に関しても、言原稿しても、まあ、まあ、はい、概ね。はい。だから、なんなんでしょうね、このみんなががっかりした感じ。え、なで,ですか。だから、悪魔的なものが出ればいいのにっていうね、これ、バラエティーならではの。<laughs> いやお前しょうもないみたいなノーとかもあるんですよもう絶対にちょっと,ちょっと別,の別のやつやってよべ別8歳やりやはい,いお願いしますいやだからなんかあれやわ梅山ちゃんはまだ本読んでる時点でまだあかんなそういうのライブしてないこういうおやつって、はい、なんかこじつけらしいからな鳥さんが言ってたわあそうあのそのカードの中に書いてるものじゃなくて

テイククアション大丈夫なんこれラジオ今まで聞いてた人が離れていてもかメかそんなんいらんねんみたいなそんなラジオちゃうねんみたいなほんまに私めっちゃ言われるんですよなんか恋愛の話ばっかいらんねんってめっちゃめっちゃ言われるリスナーさんからそういう人って何の話でご一緒たすごいエロい話してるみたいな相原いけみたいなもんやろそんなんないつもいつも言ってられるかなこっちも親方が土曜日やって分かってるし 我が言いながら行、うん、ったらあかんせんは行ってへんっていことだよそれを分からないとねむ <laughs> っとも、ね、女な女なあらあんただ金貯めてスポンさなってくれやか <laughs> <laughs> そうやったらあんたの思い通りにしたる,るわ確かに <laughs> 言うたもお前ポチッと MBS かってお前ちゃんとしたラジオ局やねんぞお前なあこれ以上ちゃんとした曲はないですよそのさあ発散の仕事何行動しなさいできへんねや動かざるかやばのことしやがるねやれへんねさあ行動する時が来ました天使たちはあなたの夢への道を助けられるように次の一歩を踏み出すのを待っています先延ばしやためらう気持ちは捨ててください あなたのハートは何をすべきか知っています始めましょうリンゴ姉さんの背中ばっかりか一歩出さなあかんねこれ。一人でなあお前食えって飯はリンゴ姉さんばっかり待ってそ昼飯のええおっさんやねんから五十にも近い五十にも近いおっさんがお前大手持てるわけじゃいかいんだよお前可愛いよと言うとリン姉さんも猫肯定もそろそろお前には離れてほしいんだよからそんなそんな感じだよリンゴ姉さん今やっと猫飼って もう猫こうってよろうって猫こう頭かわってたら魔女に見えるらしいでやっぱり。<laughs> <laughs> ンすっぴんですっぴんで怖いな。<laughs> どうぞ今日のああ,あでテーマいいですか。はい、えー。テーマでございますか。丸々で溢れ返ってますと。うん。何やろう。いうところで、うん、あのまあ先週ですけども私あのちょっと早い誕生日で。あ<っ>あせや。あもう本当は6日なんですけど。日ちゃうの？この番組でちょっとトマト。はい。 いいただいただりあ、ぎっしゃトトトトそうで誕生日で頂い,いてで、各番組がそプレゼントなんかちょっと頂い,いたりするんですけども、うん、全部トマトなんですよ。えー、で、えー、そのいろいろお世話になってる人が知り合いも今ご飯食べに行ったりできないじゃないですか誕生日やからで、いいちょっとお送りしますね」っていうものが僕は「トマト好きや」うから、うん、全部トマトが来てるんですよ。軽くもう50個ぐらい <laughs> ケチャップに最安価。 いや結構ええトマトやねんそんなゆでられないくさんねんからそうやねんそうやねんか同じ時期に2個3個今食べてるんだけど <laughs> なかなか ブルスケッタみたいにね、してこう刻んでオリーブオイルやって塩そう食パンとかのしてやってんだけど、もうトマトで溢れかえってね。トマトで体冷やすからな、あんまり食べ過ぎの良くない。なんか嫁さんも嫌いじゃないけど、毎日はちょっともし子供ら一切食べへんから。あ、そうなんですか。で持ってくんのもちょっとね、あのトマトどうぞいうのもあれかなんかな思って、困ってるんですよね。どうすんの？やもう食べますよ全部。すごい。 の世界で一番好きな食べ物なんてめちゃめちゃ好きじゃないですか <laughs> トマトジュースも好きトトマトジュース大好きです俺トマトジュース飲まれへんねん私もちょっとおそれ飲まず嫌いちゃうんちゃうちゃう家に、ね、トマトジュースうまいれやいや俺トマトジュース飲まれへん、ね、いや飲まれへんって言うならそれは何言ってんだ飲まれへんいやお前しいたけ食えや ええわ俺うちでもねな,なんかでやっぱりその一つのものであふれかえてるの多いな思うて、えー、嫁さんがなんか収集癖みたいなのがあるから、はい、一時、ま時、あ、今でこそなくなりましたけど、うん、その銀河鉄道39の鉄郎がかぶってたようなどでかい帽子あるやんかあんなでかい帽子を嫁さんしょっちゅう集めててん邪魔でしゃあないん、えー、家なん中帽子だらけってどうしたんそれ 多分売ったんか、あの友だ、友達だけど、知り合いのその親戚に全部あげたんやと思う。でっかい帽子もらおうん、いやよ。<laughs> え、集めてたん、<laughs> <に>集めた、どこ行くんでも。もうすごいソンブレロみたいな。飽きるんですか、急に。ファッションがその、その時変わるから。 その時はすっごい帽子があった。<ー>そんな時、そんなかぶって歩いてる時に限って、先輩に会ったり一緒に、えー、でかいと。<laughs> でかいと。<laughs> ハイヒルさり大太郎もそんなよと。<laughs> でっかい帽子の女の人歩いてくんな,ないや。え、こいし、<laughs> <ー>帽子でかいから、ほん哲郎みたいな、ね。隣、あ、相原、あ、相原の嫁かみたいな。<laughs> 目立つんですね <laughs>。収集癖のある方はこういうの多いと思います。〇〇で溢れ返っています。はい。来週のテーマは〇〇で溢れ返っていますです。採用された方には特製ボールペンを。採用不採用に関わらずいただいた全てのメッセージから抽選で3人の方には現金3000円を。一番盛り上がったメッセージをくださったお一人にも現金3000円をプレゼントします。来週金曜の午前中に届くまで、届くようお送りください。宛先です。ファックスは066809 90 90 90 90メールはすべて小文字で obacan.mbs1179.com おばあちゃん .mbs1179.com はがきは郵便番号530-8304 MBS ラジオ「それゆけメッセンジャー」今週のテーマ係までたくさんのメッセージお待ちしています昨日生活したのエコノレッグと小さなナッツにたくさんの思いを東洋ナッツ食品がお送りする今週の「それゆけ目線」さあ行きましょうかはいはいはいまずはクローダーセレクト<ー>中国でアイドルをめぐってファンの食品浪費が起き社会問題ということでうん これあの黒田さんなんか液体を地面の溝に流す人がいてこれテレビでも見たことある私これあんまり知りませんでしたあそうはいまあ綾瀬さん昔おいらがさ、うん、仮面ライダースな とか<う>ウルトラマンスナックとかで問題になったやんかお菓子食べへんとビックリマンチョコであのシールが欲しいからビックリマンのそのお菓食べへんのううスナック菓子、まあ、とかあ同じ要領でこのアイドルがいてらっしゃるんですね中国の有名なね人気あるうん人気あるわでアイドルのコーラがこの言うたら牛乳かな牛乳の中にその中にこう買ったら QR コードが入っててほうほうでそれでその投票できると。 まあ、えで、えっ、ー、と、推しのアイドルの選ぶための投,投票箱があって、それ牛乳やねんって、それをな、それだけ欲しいから QR コードもー箱買いして、うもうファンがみんなその大量に。 牛乳をずわー捨てて社会問題になってるのよ<ー>、うん、それがまたすごいことになっててなんか再生なんか、えっと、アイドルグループの、えっと、オーディション番組があってそこに23億回数やってすごい、はい、もうやっぱり中国やな 23億回数で、回数するバラエティ番組があんねんて、うんで、そこでアイドルグループをデビューさせるっていうのがあって、うん、そこの言うたら、前から、まあ、今、まあ、簡単に言うたら、今の AKB ですわ投票、うんで。それはまあ AKB さんとか AKB グループ言われてる人らっちのうのは、まあ、僕もあんまり知りませんけど前で握手とかそういうことでしょ握手券とかあと投票券もありますね,すね CD あったよないかい。<で>あれ問題だったやあった 1000, 1000枚買って1000票入れるとかそうやねういうでしょかあのーまあ、CD やったらまだ,まだな家置いとけるからいいけどでこれが僕マージャン雀荘行った時にね箱でドーンドーンって積んでてこれ何なんって言ったら、うん、あれやったやんのその NMB の CD? 1枚に次1個ついてたけね箱買いすることしてるわけよ。それと一緒で、中国語の。おまけやそれが。だから、おまけで牛乳を大量にまって。乳製品ごめんねです。牛乳やろこれ。スポンサーなんですね。あ、そうなんや。それで問題になってるのと、あと、あれやな、投げ銭がすごいよな。なんぼなってるっ投げ銭も結局。そのアイドルが ってるときに関して皆さんが投げ銭するね。まあ例えばこんにちはこんにちはみたいなことでしょ。で何億ってなってるわけ、はあ、投げ銭でですか。だって, 3, てすごい日本は一億三千万人言われるけど中国十億人おる言われてるから、はいそ。その中で富裕層だけでも一億人以上。余裕でおるだからそのそういう意味で言うと、はい、中国でアイドルやろうかなって思う日本人も増えてくるんじゃないかな 手越さんとか言ったらどっちか言ったらそっちの方にねああ行こうとしてはるみたいですもんねんその中国とマーケットがでかいからはい、はい、あのアダルトビデオ出てらる女優さんも結構そっち中国で結構人気出してあ<ー>ものすごい重要やねんこれだからプロレスラーがね今の、うん、日本で飽和状態でね、うん、それなかなか人気ないんですけどやっぱそのコンテンツを中国持っていったら そのネット配信とか見るだけでも何億人になるから、全然違うビジネスなんですよ、えー。結局今なんかね、中国が結局強いのは、人口が多い人<口>の一つは大きいよ。そうですね。まあ金持ちの人数も多いからね。そうやんだから、はい、もう中国人が何億人だマーケットがちゃうからさ。はい、そうだ、お笑いって難しいね。難しい。 マジックとかそういう意味で言ったらマジックだとかね。マジックとかでいいけど。もう一個言うと、やっぱり中国にもっと日本のね、アニメとか、ただ中国の場合はパクリオンのよ。でもなんかパクるんです。パクる限界があって、日本のアニメとか漫画とかそうですけど、なんか正義は勝つみたいな感じじゃないですか。中国ってそういう正義って共産党一党やから、なかなか 複合の正義はいらないみたいだから、うん、真似できるやつとできへんやつがあるんですって<ー>なんかあのー、ちょっと古い話ですけどブルースリーってバイオンちゃん知ってるあの人はまあ香港から出られてでもハリウッドで映画ハリウッドで映画撮ってすごい有名になられたんですけどね、はい で、1作目2作目っちゅうのがすごくはやったんですよ。うん、で3作目が確か「モエオドラゴン」4作目が「モエオドラゴン」っていう名作やねんけどうん、うん、工業的にはねアメリカとかでもそれ大ヒットしてんけども、はい、中国では不人気やってん。あそうなんでこれなんでやって俺を調べてみたら、うん、結局1作目2作目3作目ってああ、の、まあ、欧,米欧米の人だとかその、まあ、例えばアメリカ人とかをバッとやっつける。なんか日本人最後に出てくるのはなんか、ね、 西洋の大きいい人みたいなイメージある、ね、そ,それがどっちかって言ったら「燃えよドラゴン」っちゅうのは一番の、はい、黒幕が中国人や、ね、なるほど。だからそれはあんまり、ね、そういうことなんかこの前もアイドルやったか、ね、俳優や俳優さんやったかすごいこう人がなんか批判,批判されとってん安国神社で写真撮っててデヴィ夫人とかと撮ってて俳優さんが、はいはい、それを SNS かなんかに載せてすごいバッシングを浴びてんて。 だから中国でもそういうの残ってるからまだどうしても。とはいえやっぱりこういうそのマーケティングで言うとだからほんまは日本人が今考えながなら中国に物をどうやって売って外貨を稼ぐかということやねちょっと前までね俺ら子供の時ってね中国に全部作って作らせてで言うたらこっち輸入したけどもその時代終わったんよねもう中国が覚えちゃったからな。 だからそエンターテインメントに関しては中国はまだまだマーケティングが広い言うからそ,うや、ね、それはすごいいんじゃないですか、ね、俺の兄貴も、ね、長男も服飾関係の仕事してるんだけどとりやっぱり、ね、ただね一個問題はやっぱりねあの取引してもねなかなか例えば、服,服こんだけの服を、えっと、1 0キロ持っていきますって言ってお金、まあ、払うやんか、うん、送ってくるやんか。うん 石が入ってたりするねんで。なるほどええ。かさ増しするかさ増ししかも明けすけに騙された方が悪いんですよっていうの方やからね中国っていうのはねそういう文化やからなかなかね日本人としてや日本ってやっぱり性善説の国でしょでもそれがいいとこやねええとこやねええとこやね嘘つかんと今このコロナ禍で日本経済ガタッと押した時にうまいことやっぱり外交をはめてねそのやっていかなあかんから なあ、こういうアイドルで言うたら、うん、そのアイドルとかそのアニメとかなこれでもあなた奥さん韓国のアイドルは見てないですか BTS とか全くでうち嫁さんとかももともとジャニーズファンやって光源氏からとずーっと,誰と結婚したん <laughs> 現から今でもない,ないや言いながら好きやったはずやのに、はい、もうやっぱりね韓国のアイドル BTS とか見たらもうそっちももんなあそそうう、ですね。もうもうそれにはまるといやそれはああの日本のアイドルも素晴らしいんですけどその完成度完成度がそれ踊り一つするんでもビシッと揃えるこの感じがやっぱちょっと違うと。 韓流って言われてる、その、まあ、映画とかドラマとか見てたらね、まあ、ある意味、国もお金出し、まあ、ハリウッドみたいなところもちょっとあるし国がね、これでちょっと頑張っていくんだみたいなところあるじゃないですか。まあ、言たら、まあ、それもあるし、まあ、ある意味ね、国がお金出して、ある意味政治的な色を見せるところもあるし、で、もう一個は、あの、あんまりやっぱ、映画俳優は映画俳優、アイドルはアイドルってちゃんと分けてんのよ。そこの領域にはいれへんねん。まあ、あの、高倉健さんがね、 僕らで言ったらもう昭和の大スターの映画俳優じゃないですか。まあそうですよドラマもほとんどでんかったよね、テレビの。映画俳優な。やってはったことあるよ、兄貴っていうやつを。あ、そうらんあんねん、昔に。俺見たことあんねんけど。吉永さゆりさんと、なんか高倉健さん、あんまりもうテレビドラマでし昔は、そうなんじゃないの歌は出すけど、例えば歌出したとしても、その、 まあまあそのトップ1ナだとかザ・ベストでそんなん入ったとしても出てけへんわへ<ー>で歌手は歌手やったんよみんな、ね、で俳優は俳優で映画俳優テレビドラマの俳優分け取ってん、はい、アイドルはアイドルで,で日本はなもうあのあのトップううモデルがって言うたらすぐドラマの主役するやろ <laughs> もうほとんど今ソロですね,ですねあのね韓国はねほんまそこをきっちり一から 俳優のことだけ考えろみたいな。アイドルはアイドルのこと。それは問題あるよ。はいろいろ、問題あるのはニュースとかで聞くけど。契約の問題とかね。いろいろそのパワハラやせくらいしてるか知らんけども。ただ、そこはちょっと思うわな。あの、わかりますよ。このアイドルがこの映画に出たら、このファンが何百万人見ることで、これが保険みたいになって、そ,でそ,でそれはそれがレンタルビデオにもなるし、配信になったら見るし、わかるけど、俺ね、うん 顔が整いすぎた人が、やっぱりヒューマンドラマとかあんま入ってけえよ。俺もそうやねん。え、そんな顔やったらそんな苦労せえてわ、今。30年やってきて。今、分かった。今、30年やってきて、今、今日ですよ。初めて一致したいや、分かる。いや、思いあのね、うそないにね、中小企業のね、OL がね、 備え美人に集まれ <laughs> そん。その家に集まるかいな、そんな。<laughs> どうしたのって。いや、残業が忙しくてね、めちゃくちゃこいつ男前やん。<laughs> めちゃ男前やん。こんなやつおれへんって確かに。どういうこと <laughs> 刑事であんなかっこいい人見たことないです、ね。お、ね <laughs> ね、れびっくりするようなおっさんですよ。やっぱり潜めるようにね。街中 <laughs> に大地 <laughs> 安夫さんみたいな感じだとわかんな、ね、い。<laughs> 大地安さん。和製ジャック・ニコルさん。<laughs> まあ、ありますよ。ただね、ああいう俳優もさ、昔主役もしてたやんか。ただ、あいやらさ、全部そんなやったら、や夢がないわ。夢がない。そんなに、でもね、最近ドラマ見てよ、みんな、もうね、あるとこの事務所のアイドルが、全部据えて、顔を見たらやっぱ綺麗は。わ。整ってますね。整ってるわ。わかる、わかるよね。まあ、女優は、まあ、アイドルとか女優とかわかるけど、たまにおんのがね、アイドルの男の子、 まあ言うかわからんけど、ボケてくなよ。ボケてくなよ。どうですかと。フリートークの時にたまにポンとボケてくる。行くいく。もう、いいって。本気出したろかと。それはね、あのそういう男前のアイドルがね、ボケるのはね、そう面白い面白くなくでも、どっちでもいいです。その好きな女の子、好きじゃない女の子も笑うんですもん。あれ不思議なもんですよ。あの、まあまあブサイクなおっさんが真剣におもろいこと言うても、全然笑ってくれへん。 そんなにおもろないことを言うてもみんな好意的に見よるまあそう気持ちつい突っ込みしたら、はい、こっちに攻撃が来よるかわいそう、ね、助けたってんの,あのね<あ>こんなヒール折れへんみたいな助けたってんのこっちはお前のボケを、はい、そんな軽い、はい、軽井沢でお前何やテニスみたいなボケ <laughs> せやろあ,あ,あれ、ちょっと飛んじゃったみたいなボケしやがってと。ああそれを俺は完全に受けて、うん、完全に投げ返したってのに。はい、受けるようにね。そうや、はい、なんか、そういうひどいことは違うと思いますみたいなさ。<laughs> 歯茎にょんとてしてさ。<laughs> ファンはね言うてる人は男前やけども <laughs> 言うてるみたい <laughs> <laughs> それはどうやねんと女性で言うただから上白石萌えちゃんあの人美形じゃないけどあ,あんな感じはなんかリアリティやあるやんか、えー、めっちゃ人気ですもんねでも男性に関しては超美,美的な人が好きなんよね女の人って確かにね まあまあ、綾野剛君とか韓、まあ、流の人とかはすごいなと思って韓流ドラマって主役がそんなかっこよくないらしいよあ、えー、でもほらあ,のあれもやんかあの、えっと「パラサイト」映画「パラサイト」の主役の人 そそそううなののあも結構主役の人はんでこんな人が主役なん言うのが芝居がめちゃくちゃうまいとかうってのってお日本も昔ようそんなあったやんか寺尾明さんとかが主役のおっちとか寺尾明さんはなんでかしらけどかっこええと思ってて俺よう見たそんなかっこええことないのになかかっこよく見えたやん。 言うたら武田鉄矢さんが昔な。武田鉄矢さんは。101回目のプロポーズで。そら、そら。<laughs> 101回目のプロポーズで主役やないかいや。だから滑稽やっていうことで面白かったんちゃうのでだからその、そう,そういうのドラマも逆に言うたら必要やねんて。はい。そうです。リアリティがないわ。みんな顔がちっちゃい。<laughs> あ、俺変でそんなん。<laughs> そやろ<ー>そ壁みたいなおっさんがた、決八割やで。<laughs> いやほそうやんほんまハ、あ、キもないしな。せやろ。んみんなハキなくてさ。それで言うたらそのな中小企業で今どうしようもないようなドラマを作ってくれんじや、ね。誰が見えてんの。<laughs> そうなると見、それやったらもう NHK のドキュメントでえってなるん <laughs> そ,そんなもんは。はいということで以上今週のそれいけ目線でした。パチンコ＆スロットスーパーコスモグループの提供でお送りします。すいません相原ですがどうか背中を押させていただけますか。神様ありがとう。 このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーです。海外、はい、のお悩み、川南市、母はアニータさん、男性の方からね、うんはい、妻の祖父母が住んでいた庭付きの中古住宅を親戚より購入しましたが、義、え、父、ー、が、えー、許可も得ずに、木を伐採したり。<laughs> 塗装セットを購入して、ウッドデッキを塗ろうとしてますと。<laughs> そういった作業を楽しみとして中古住宅を購入したのに、えー、こんな勝手なことが許されるものなのでしょうか、ということ、ね、おるんやね、こんな人ね。<laughs> もうこれははっきりと、うちの家なんでって言わへん言うしかないよ、これ。ずっと続くし、これ、なんか、おあの、義理のお父さん結構若かったね、まだ60くらいって。そうそう自分の家じゃないのに、人の中古住宅を改装することに命かけるとすごないなよ、これ。すごいですよね。なあ、や<め>てほならやんか。<laughs> 演じきましたはいいただいておりません南氏の母は兄田さん怒ったりすんねやおじまあ、もうすねすねるやろおじいでも六十やで若いですもんねすねたら長いやんまだしっかりしてるからもうな食べへんとか言う食べても無抵抗主義メッセンジャー相原さん黒田さんそして梅山さんこんにちは先日はメッセージをご採用いただきありがとうございました中学生時代にゴキブラを見て育った世代としてはメッセンジャーのお二人に悩みを聞いてもらえて大変嬉しかったですメッセージ メッセージをお送りしてからメッセージをお送りしてか少し時間がありましたので後日談のお恥ずかしい話ですが、うん、ご報告させていただきます,す、はいはい、岐阜に対してははっきりと手を出さないでほしい旨を申し入れいたしましたがいたせっかくやってあげているのに<た> そんなことを言われるのは迷惑だと逆上されました,た,ました迷惑だ言、ね、<laughs> うねんべ。<laughs> 迷惑なのはこっちなのにという気持ちが込み上げてしまい<た>ついつい怒りの勢いのままにお祝いでいただいた300万円を全額返金しました<ー>その300万があったんや うん、なそれ言ってなかった。その後ギフからの謝罪はありましたが、うん、勢いでやってしまったというよくわからないものでした。新生活に慣れて心の平穏が得られるまで、当面の間はギフトの距離を置いて暮らしていこうと考えています。あピリピリるな。相原さんが冷静にとアドバイスをいただいたにもかかわらず、実践するのはなかなか難しく申し訳ありませんでした。今後も本ラジオに届く酸いも甘いものお悩み参相談を参考にして新しい生活をしていこうと思います。この度はお悩みを聞いていただき。 ありがとうございましただこの300万渡してる分だけいじらせろってことやプラス自分がよかれと思ってることやからなこれ傷つくねん難しいおっさん60やからなだって人が乗ってる車さよかれと思って改装してあげるわたまにおって俺もねタイヤ変えてあげるわこの話聞いた時にねふと小学校の時思い出しましてね一番切なかった時の話俺の話はやっちゃうの お前ののそ泣く準備やでってこと小学校の時ね6年の時かな文化祭みたいなんで体育祭の時やったかなんか旗を作ったんよクラス対抗の応援する用の時北斗の剣とかあられちゃんとか書くんかな何か知らんけど俺の時はね誰かが竜の絵みたいなみんなでみんなで書いてみんなで描いたんよでならねそれ遅くまでやっとって小学校遅いでも多分学校終わってから4時とか夕方ぐらい思うんんなほんなね 隣のね、クラスのね、先生がね、はい、あの、あれやったんよあの、美術の先生やって男の、おっちゃんの。その先生が、こここうしたらええねんって言って、隣のクラスにもわ関わらず。関<う>、えー、わらず。ええ。ええわって書き寄ったんや。あらあら。<わ>それで女子が一人ね、泣いてもてね。<わ>ちょっとやめてくださいよ、みんなで作ってんのに。うそう。あ、せドッジボール大会ですわ。<ー>その日の旗作ろうと。 プラス最高で1組から6組まで全部書いてんやん。そのね、俺の隣の頃の人が先生が書いてもたことで、女の人がわワッてこう、こんなのしてないっていう結構学校の終わりの回みたいなってはいはいはい。なんかやった時に、ドッジボール本番よ。その、隣同士が戦うやんか。その、めっちゃバセアびせんねん、女子が。え先生に。ああ、もう嫌われてもた。嫌われてもうて。余計なことした。そうや ほんでその先生がばーって俺のところのクラス来てさ、はい、なんかちょっとこうやって正座しながらさ余計なことして申し訳なかった <laughs> 逆時に俺すごい心が痛んでさ <laughs> そこまでのことでもないような気にするけどそ,そういう時の女子が感受性がよかったすごくあってん。 余計ななななすんなみたいな感じっってて我々が作ってんねててそ,うその気持ちがもしかしたらこれ同じようにこの60歳のお父,お父さんは思ったんかなと思ったりとか<ー>そのね30代の,その息子さん切りの息子さんがしたら、うん、だいたい家なんて一生に一回のもんやからか少なからず自分の思い通りにしたいのはそれは当然のことやと思うんですけどかだからこそ義父は。 俺の手心を加えて素晴らしいうちにしてやろうというねしかも300万も出しとるんでそこへんからよかったんその分いじらせろやねん結局なかれと思ってねもうこれ言うてもったらもうすねたよすねたご飯食べへんでもう今度まあお孫さんができてもう岐阜ねおじいちゃんになったら俺てくれんと会えへんってなったらちょっとそれぐらいからまた孫にお金使ってもうたらええんちゃう 義勇、まあ、やということでも言うたらお父さんになってんねんからな、うん、もうあの変に気ぃ付かんと喧嘩する時は喧嘩するぐらいでもええかもしれない黒田さん節みたいにはっきり言うた方がええかもしれんねむちゃくちゃハゲてるやないか親父 <laughs> 人のなんか塗る前に頭に何か塗らんかいみたいなもんね。<laughs> おね<前> <laughs> おかんトイレしたらちゃんとお前修正言うてるやろ入られへんねや これはね許されるキャラクターになるであれば50数でかかりますけど、ね、<laughs> やっぱり機能強ではできませんよよ、ね、スイッパーを吐け油足ゃねんから <laughs> なかなか言えません。それを向こうが笑ってくれるようなキャラクターにならなあかんからね。そうですね。何この知性なんて。かかす僕なんかが言うならそうなりますもん。はい、油足のくせに言ってたら、何この人ってなる。うん、それ、だから言っちゃダメなんです。うん、僕みたいなキャラクターは。あ,ーあなたやからこそ許されるということがあるんじゃないですか。<laughs> あなたって。肉ばっか食いやがった <laughs> <laughs> ボルフェを差し上げたいと思います <laughs>、はい、で、今週の悩みです愛媛県のポンカンさんからいただきました相談は主人のお母さんシート目についてですシート目主人のご両親もワクチン接種が済んだとのことだったので、うん、およそ2年ぶりに主人の実家へ帰省しましたなるな普段から主人は私を部下やお手伝いさんのように扱いますこれあかんねご主人さんがはいあらま珍しいね今、うん、家のこと子供の世話は何もしませんかといって十分な生活費を渡されているわけでもありませんそれ

<laughs> 主人は口も立つので会社で私にしているようなこと言っているようなことをすれば厳しい会社だと社内のコンプライアンスに引っかかるような感じです今回の規制時も主人が私にゴミを渡して捨ててきてと言ってきたり飲み物ついできてと言ってきたり。 それ以外にも私が主人の身の回りの世話をするというのが続きました。飲み物は冷蔵庫にあるので、よその家の冷蔵庫を開けるのも気を使いストレスを感じました。そ,ねね、そんなことが何回も続き、思わず主人に自分でしてよと言ったところ、姑が、 あんた姑の前では旦那を立てるのが筋でしょと朝からごご指導ご弁達をいたただきましたやかんな私からすれば自分のことぐらい自分でするように息子をしっかりしつけててしつけといてよという気持ちの方が強く姑の言葉が素直に受け止められませんでした。 また主人は私の親の前では私をめつ召使いのようには扱わないので私に対して無意識にそのような扱いをしているとは思えませんそしてその直後の話題は私が用意したお土産についてお土産はいくつか用意してその中の一つに私の父が用意した四国の地酒があり姑が飲んだ感想を言っていたんですがいいその感想が このだけより前にお祝いのお返しでもらったまるまるのお酒の方が美味しいあんまデリカシーないのはあれなんかな親子ともともなんかなん近藤さん並みやなこれ <laughs> この前クロちゃんくれたあのー、あれやなあの栗きんとんくれたやろ高いやつ俺知ってるところの方が美味しいわ <laughs> <laughs> あ <laughs> げたのにでもまあ国分堂様はレアケースやな <laughs> あれもレアケースや <laughs> キャラ的なキャラ的なキャラ立ってるからそこを比べる必要あると朝からモヤモヤしました <laughs> <は>そこはありがとうの一言で終わらせてもらええねんからでいろいろ思ってたってええねん別に、はい、そこで義母のように せめて、シュート目の前では主人を立てるべきでしょうかただ自分でできるのにゴミ捨てや飲み物の世話をするようなことが主人を立てることになるのか、もやもやします。また、お土産に関しては美味しい地元のものを渡したいという気持ちがあったんですが、今回のように〇〇の方が美味しかった。 と言われると次回から非常に気を使ってしまいます次回からもお土産は地のものを用意した方がいいと思いますかそれとも高島屋や,や三越などの百貨店でお菓子を用意した方がいいのでしょうか,かな変なところ気にしいなのでアドバイスをお願いしますまいいま,まずですね、はい、あのそのそ旦那さんと付き合ってる時にですよ多分お,お邪魔するとおかんにそれを言ってたはずなんですよね<ー>ちょっとジュ,ジュース出したってや 自分の彼女にこしたってやっ,て言っててててや言結婚したらおかんと彼女の立場が変わってておかん動かんでええでお前ちょっとお前やったらいいよってなるやん,んこれがなんでか知らんけどお母さんみたいになるのよね嫁さんになったらおかんが今までやってくれたようなことを奥さんに頼んでそういうことなんですようんでおかんはもうええねえねえねえで「お前ちょっとお前 お,お母さん手伝ったれや。これ付き合ってるとき逆転やんか。はいはい、お前じっとしたらええねん、彼女は。じっとしたらお母ねん。んちょっとこれやったってっていうのが逆転していくねん。だから、あなたのお母さんになったわけじゃないですよっていう言い方が多分正しいんですよね。思うなら。ね、普通やったらお母さんに頼んでたことやんが。はい、だから、甘えの極致なんですよ、これ。他人にもかかわらず、自分の奥さんにそういうことを言うて。で、お母さんが離れてからは特別なもんになってんねん。 こういうい人多いですよもお母さんに甘えてるのもあれですもん、ね、うん。だからそこはだってさもう切っても切れない愛情の塊やから<ー>おかんは自分の息子もめちゃくちゃ可愛いし息子は息子で離れたらまあ俺はおかんはあんまりちょっと離れてるか分からへんけど、うん、ほとんどの人がおかんのこと大好きやね年<ー>取ったらねそうなってくる、ねうんそうなってくるね<ー>でもここをやっぱりうまいことつ付きあおうと思ったらいや,いや動くけど言い方一つやでっていうことをあ ちゃんと旦那さんと話せなあかんねはい。でまあ,あの行儀の悪いことなんですよ。あげたのをあげたものを気遣ってあげたものを目の前で前の方が良かったなんていうのはね常識面で考えたらこれ行儀の悪いことなんですよ。嫌で陰、ね、でこそこそ言うのはかめへんよ。甘、はいあの方が美味しかったなとかうん、うん、それを言っちゃうってだからそういうところがもうなあなあになってんねんな、はい、全てが。うん。だもう身内やからええやろうのも典型でしょ。そうですね。うんそう で、おかんが特別扱いとか。はい、だから、まあ、すごく気を許してるんだと思いますよ。あ、いいように言うたら。<laughs> <laughs> いいように言うたら。で、はい、いいように言うたら、もう、ズブズブまで甘えてる。うん、で、それが嫌やったら、やっぱ、凛として接する方がいいと思います。だから、黒田さんも、多分、いい年して結婚したから、そういう甘えみたいなのってあんまないじゃないですか、多分。あんまないと思う。 一おお、ね、個一個の個々として見てるし俺は若い時からずっと付き合ってたからま、ね、ずっと経て経てさ、はい、今は逆にじゃと個々として認めてなかったら。 それこそ年いった嫁さんなんて強いからねうんそんな扱いしてたら揉め事があってしょうがないからこっちも変わっていかなしゃあないやんか若かったっけいくつって書いてのこの方年齢年齢がわからんな,なで,、ね、でも、ね、多分ねもう今のうちでこんな不満があるんやったらそれこそ40代50代奥さんだったら揉め事尽きりんよなんやねんあんたお金もないくせに、はい お金も渡してくれへんの、何を備えなきゃならない。だから言え、それはな。まあ、そう、そう。な。じゃ、もうな。最低限あったら、我慢できるみたいやんか。人って。その辺は、あの、感情的にならんと、ちゃんと喋った方がいいんじゃないですかね。私、お母さんじゃないよ。お母さん、じゃ、あの、言い方一つやで。人が気持ちよく生きるのも、そういう言われ方したら、何って思うこともあるんじゃないのっていう。はい。そんなき、気候系。 でもね最終的に奥さんと仲良くせえへんかったらよ、うん、困んのは100%旦那の方やからそうです、ね、だって全部やってくれるのは奥さんなんでしょ洗濯から何からご飯から年、はい、いってもう「ええー、わあんたそんなんやったらもう自分一人でやりや」って言われたら困んの旦那さんなんやもん。 汚くなるで、やっぱ男の。かまってもらってない旦那さんは汚くなるよかまってくれてるから襟でも何でも綺麗にしてるけどそういうことを考えたらね今のうちからこうなんていうかなこう、握っといた方がいいんじゃないですか肝の部分は。一回ちょっと頑張って言ってみてかわいく言わんとまた住んでるけどね男は。起き上がってあと風呂入れへんとかあるやろ。 も <laughs> 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 え皆さんもうすら知っている愛原に迷いをぶつけてみませんか迷っている事柄を詳しく書いて送ってください採用者には愛原直筆式紙とボールペン千尺だ、そして梅山お手製千尺だをお届けしますはい式、えー、紙とですね非公認ステッカーを三枚 <laughs> もう作ろうやんちょっと減ってきたん減ってきたあとあの150万円だからすごい多いな <laughs>、えー、もう作ろう梅山さんのこういう男は嫌だっていう千尺だを差し上げたいと思いますはい 五枚です五枚はいお待ちくださいそれではいただいたメッセージをご紹介しましょう今日のテーマーその自己評価ほんま母さんですね、えー、ラジオネーム匿名特住所女性の方ですはい、はい、えおいシュートめ、うん、お前自分は嫁に遠慮して嫁を立ててええー、シュートめやと自分で思ってるやろその自己評価間違いやからな <laughs> 自分のことを減りだってやたら敬語で丁寧にラインしてくるけど余計ムカムカすんね っいいうかラインしてくいな。よいいよいろいいいお肉とかうなぎとか果物とかこれでもかと次々送りつけてくるけどい,いやんそれただの自己満足やからなやねこっちは礼ばかり言わされてうんざりしてんねん,ねんもう私らに構うなああすっとしためっちゃ怒ってるだってクイーンそんなもらっててなうしいって会わんのちゃうか <laughs> 会わんのちゃうか <laughs> え名古屋からはやちゃんのおばさんからです 居酒屋の名札です最近コロナでこそ行きませんが、行くと接客の際、胸についている名札が気になります。笑顔で接客、鈴木ですなどと書いてあるのにギャップがあって、全然むすっとしてるやん <laughs> とかいうのが気になり、その後出てくるお酒や料理よりその人の人柄を追ってしま,てしまいます。あれ必要なんですかね 名古屋のタクシーの運転手さんとかにたまに入ってんな。そううん。あの、名前入ってんやんか。その下に、趣味、サーフィンとか嘘つける。してる子分かれんね。趣味好きな部分もあるからね。まあ、それ一つの、まあまあな。引っかかりでね。引っかかりでいいやんか。釣りって書いたりとかしゃあ、釣りやんねやとか、ああやられたらあるでしょあ、ります、あこういうのは話しきっかけであるから。車好きなんですかやな。マイナスイオンさんですね。森口氏です。俺は仕事ができる。会社では大きな仕事を任されている。 管理責任者だと、うん、いつも自慢げに話していました、うん、今は亡き父<あ>少し物事が分かるようになって父親の名刺には肩書きがないのを発見していた <laughs> これは恥ずかし就任については詳しいことは知りませんので母が内職をしていたことから察しても、うん、さほど多くはないと子供ながらにも分かりましたがしその自己評価ほんまかいな悲しい今となっては聞くことができません せめてまあ亡くなったということで心の中で階級を上げといてあげましょう。いいね、俺は仕事ができるってなんか身近でも言ってましたね。<laughs> <laughs> おったな。<laughs> えー、神戸市の嘘国でねえさんです。先月うちの警備会社の夜勤に応募してきた30代後半の太っちょくん長所短所を聞いたら。 誰とでもすぐ仲良くなれちゃうコミュニケーン能力の高さっす。だから短所は友達が多すぎてあまり会ってやれないことっす。あいつらマジかわいそうっす。<laughs> 私の目をずっとがん見しながら熱く語る太っちょ。迫力に負け採用。が話しかけるのはうちのこう一点二十歳の女性警備員だけ。<ら>男性警備員との会話ははい、いいえのみで仕事の引き継ぎもままならない始末。<laughs> ね、その自己評価ほんまか適当なこと言うなよそれは名前を尾崎翼と言うな。<laughs> スタイリストもこの人としか喋らんお前とは喋らないなぜか俺とお前は自由たるな言うなア原さんさあどなたに綾原さんの最後言ったねそれしましょう泣き父です泣ち父悲しい何かまんじゅうでもこうてお供えしゃってくださいはい3000プレゼントいたしますたくさんのメッセージありがとうございました それでは今日の3000当選者の発表ですい寝屋川市にお住まいのラジオネームまどかさん川内長野市にお住まいの三木春菜さん神戸市たるみくにお住まいのラジオネームかずちゃんさん以上の3人ですおめでとうございますおめでとうございます前回のおはがきプレゼント長崎カステラ詰め合わせ当選者です <laughs> 小野市にお住まいの匿名希望さん八王子にお住まいの高戸敏子さん大阪市東住吉区にお住まいの永田美恵さん以上の3人ですおめでとうございますおめでとう いいただいたお本がきの中から抽選で三人の方に長野県産100%りんごジュースをプレゼントします番組に対するご意見ご感想を身近にあった出来事をお書き添えの上必ずおところお名前連絡先電話番号を明記してお送りくださいプレゼント応募には合言葉が必要ですできょうの合言葉はマックス7 <laughs> マックス7と、あ、いい言葉必ず書いてお送りください。はい。そして来週のテーマ、〇〇で溢れ返っていますです。ファックスは0668099090。 メールはおばちゃんアットマーク MBS1179.com はがきは郵便番号 530-8304MBS ラジオそれイきメッセンジャーそれぞれのテーマ係までたくさんのメッセージお待ちしていますあの僕がですねあの今 YouTube で黒谷ってまあ楽しみながらやってるんですけどもはい、はい、そこからあの T シャツをね、はい、え僕の知り合いの T シャツ屋さんとで吉,らら吉本がやってくれてで受注発注なんですよ今在庫方が大変やからでまあ,あの皆さんに買っていただきたいんですけども。 種類めちゃくちゃあります。せやね、その、その、たく、えっと、何種類、十種類ぐらい作ってくれる。これすごいことやね。で、それ、あの、今日、あの、ホームページに、も、ちょっと、載せてもらおうと思います。メッセージ、あの、ホームページ見たら、ティーシャツ一枚。そう、すみません、賛成なんですけど、で、相原にも、梅山ちゃんにも、せっかくやら、あの、来てくれということ。なるほど。あの、選んでいただいたら、相原さんち。僕ね、ティのゼロゼロ九、これ、流行ってるんでしょこれ、今、若い女の子が、ものすごく可愛いという。このデザインが、それのね、ブラックの、エクセル。